今週も始まりましたキックオフ新州、好調を維持できるか、 J3 リーグの試合をプレイバック、さらに天皇杯出場をかけ J クラブに挑む大学生チームに迫ります。自分たちのやりたいことができればチャンスはあるかなと思います。こんにちは。こんにちは。今週週始まりました、はい、さあ今週はこの方と一緒にお伝えしていきましょう。AC 長野パルセイロレディースゴールキーパーの伊藤ゆりや選手です。お願いします。お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。伊藤選手と共にお届けしてまいります。紹介させていただきますが、伊藤選手は諏訪市出身でございまして、はい、AC 長野パルセイロレディースの正ゴールキーパーとして今シーズンはリーグ戦やカップ戦など15試合に出場、最後尾からチームを支えています。シーズン中ですけれどもね、お越しいただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。今日それ着てらっしゃるのはユニフォームでは、これは明日までの受注販売の、はい、ベースボールユニフォームでございます。はい、あ、じゃあ皆さんお早めに、はい、ね、よろしくお願いします。さあということで今日はこの3人でお届けしてまいります。では早速こちらのコーナーに参りましょう。熱戦新州サッカー。それでは先週末に行われた J3 リーグの試合をプレイバックです。前節ホームで4対0と快勝し、攻撃力が爆発した AC 長野パルセイロ、アウェー相模原の地で目指すは3連勝です。雨の中相模原と対戦したパルセイロ、前半から一進一退の攻防が続きます。2試合連続でセットプレーから得点をしているパルセイロ、無得点で折り返した後半3分、フリーキックのチャンスに船橋。これで流れを引き寄せたパルセイロは後半6分、コーナーキックのチャンス。秋山の J リーグ初ゴールで先制に成功します。その後最後まで集中してゴールを守りきったパルセイロ、3連勝で首位に立ちました。結果セットプレー1本でしたけれども、まあ、チャンス、たくさん作れたんじゃないのかなと思いますし、逆にピンチは割と、少なかったんじゃないのかなと思うので、最後その1点があの勝ち点3につながったところは非常にホッとしてます。まあ、38ゲーム終わった時にまたこのポジションに戻ってこれるように、まあ、関係者全員がワンチームとなり、引き続き、まあ、オール長野で、パワーを結集してこのタフなリーグ戦を勝ち抜いていけるように、また一周は空きますけれども頑張っていきたいなと思います。ホームでゴン中山こと中山雅史監督率いる沼津と対戦した松本山雅史、前半15分相手に先制を許します。前半24分榎本のクロスに小松、2試合連続ゴールで同点とします。その後再びリードを許した山が、前半43分コーナーキックから榎本のゴールでまたも同点に追いつきます。同点のまま迎えた後半37分、スモーカーのクロスに山本、韓国も大喜び、逆転に成功します。しかしその後立て続けに失点、後半アディショナルタイムにはフリーキックを野々村が合わせますが惜しくもゴールポスト。今シーズン初黒星を喫しました。絶対に今日は勝ち点3をみんなに届けるという気持ちだったんですが、その気持ちとプレートがなかなか一致せずに、やっぱり相手に流れがいって今日は沼津さんが
非常にいい試合をしたなというふうに思います。点をたくさん取ってもたくさん取られてしまってはこういう結果になる。もう一回原点に戻って守備の基本、守備のやり方を修正したいなと思います。さあという結果に終わりましたけど、明暗分かれたという形になりましたけど、ホームでなかなか勝てないっていうのは選手にとってはどういった心理状況ですかね。まあ、絶対勝ちたいっていう中で毎試合してるんですけど、やっぱホームでファンサポーターの方がたくさん来てる中で勝てないっていうのは選手としてもチームとしてもすごい苦しい心理的になるものですね。やっぱここ一本抜け出してほしいですよね、はいはい。まあ、順位は悪くないですからね、うん。そしてパルセロは1点差を守りきって無失点という形、3試合連続の無失点ですよね。パルセロ、これゴールキーパーとしてどうですか、この守備。いや、もう本当にディフェンスの方中心にどう守るかっていうのをチーム全体で共有しているのが、しっかり共有しているので、それがこの結果につながっているかなと思います。しかも雨の中ってゴールキーパーとしては嫌な状態ですよね、はいはいはい、スリッピーでそこをゼロで抑えるっていうのもやっぱりチーム力すごいと思います。これやっぱりどうですか、同じ練習場を使っていると思うんですけど、男子トップチームのこの勢いというのは練習から見て感じたりします？たまに隣で、はい、うん、やったりすることがあるんですけど、やっぱりプレーの迫力でしたり、こうチームの声掛けとかがすごいなってこうやっていて感じました。波に乗ってるんですね、うん。さあ、そんな両チームの順位を確認していきましょう。ということで AC 長野パレスは現在首位に立っております。うん、山賀もね3位ですから、これは勝ち点差は少ないですので、まあ、1試合で振り返る可能性もあるということで、今後の活躍にも期待です。さあ、では続いてはこちらのコーナーです。先週末に行われた試合の中から私が注目してほしいプレーを紹介する下島家のここ一勝。今回は3試合連続無失点にも貢献している選手一勝。今週の下島圭のここ一勝は、長野パルセイロの無失点に貢献している池谷隼人選手です。好きな動物はマンモス、得意料理はハンバーグ。この試合では体の強さと技術を見せてくれました。よくここ見ててください。相手のパスにドーンって体ぶつけるんですよ。そしてマイボールにします。これね、相手が吹き飛ぶほどの体の強さ、もちろんファンではございません。続いてはこちら。さあ、前線のボール、追いかけっこ追いかけっこ、これね、相手に体をぶつけてぶつけて触らせない。ここで取られると結構厳しい。これちゃんとね、ボールと相手の体の間に入る、体を入れるお手本のようなプレーでございます。ラストは足元の技術の高さ、相手のロングボール、これしっかり飛びで、しかも華麗なターン。雨で足元が悪い中でのこの正確無比なプレー、惚れ惚れしちゃいますよね。ということで藤ヶ谷隼人選手、ここ一勝。やっぱりゴールキーパーとしては助かるプレーですか？助かります。本当にああいうプレーをしてくれてたら本当に頼もしいなって心から思います。心から、はい、何かあるんですか？やっぱあれぐらいゴールを守ろうとしてくれて、やっぱ気持ちが見えるとこっちもその分なんていうんですかね、その気持ちに乗っかろうって思いますし、本当に頼もしいと思います。やっぱり相乗効果があるんですね、はい。さあ、ということで池谷選手が今日はここ一緒でございます。さあ、続いてのコーナーですが、ここからは小椿さんに伝えていただきます。はい、お願いします。お願いいたします。お願いします。明日、松本市のサンプロアルインで天皇杯予選も兼ねた長野県サッカー選手権大会の準決勝が行われます。はい、まあ、天皇杯といえばアマチュアクラブが格上のプロクラブに挑む戦いでもありますよね。そうですね、うん。そして見ている側としては、いわゆるジャイアントキリングが見られる可能性がある唯一の大会でもあります。今回は J リーグのプロチームに挑戦しようと意気込む大学生を取材してきました。いきますか。じゃあ今週大事なゲームあるんで、まず火曜日しっかりみんな頑張っていきましょう。天皇杯へとつながる県サッカー選手権大会、23日に迫った準決勝で
J3 首位の AC 長野パルセイロに挑む松本大学サッカー部。おはようございます。まあ、毎度毎度言うけど、火曜日は、まあ、自分の心との戦いっていう地味なところが一番大事っていう。松本大学で厳しいフィジカルトレーニングを行っているのは J リーグチームの監督経験者です。部員60人全員が持久力を鍛えるため 300m を10本走るシャトルラン。最初は余裕の表情に見える選手たちでしたが、その後もスクワットなどでさらに下半身を追い込み続けます。毎週火曜日、授業が始まる前にみっちり2時間。自分の限界と戦うフィジカルトレーニングです。毎週楽なものはなくて、まあ、きつくて、でも試合では走れるようになって、そこの部分で勝ててきてると思うのでありがたいです。天皇杯出場をかけた大会で松本大学は準決勝に進みました。大会は社会人サッカーチームや J3 クラブが垣根を越えて戦い、20チームから県の代表1チームを決めます。松本大学が3連勝して臨む準決勝の相手、現在 J3 首位の長野パルセイロ。過去3回決勝で対戦して一度も勝ったことがありません。まあ、相手プロで結構レベル高いと思うんですけど、まあ、自分たちはチャレンジャーってことを忘れないで、もうとにかく走って勝てるように頑張りたいです。着実に力をつけてきた松本大学、去年初めて松本山雅と長野パルセイロに選手が加入しました。待望の J リーガーの誕生でした。刺激になったし、まあ、このレベルでプロなんだなと思ったら、まあ、まだまだ足りないと思うんで、そこをこの試合で結構いいプレー見せて頑張りたいと思います。自分たちのやりたいことができればチャンスはあるかなと思います。勝負事なので勝利も目指しますし、真剣勝負を J3 のチームとできるというのは本当にありがたい、はい、経験になると思います。チーム一丸となってパルセイロ倒すぞ。一方、松本大学に立ちはだかる J3 首位でリーグ戦では3連勝と好調の AC 長野パルセイロ。この日は長野市内の練習場でサイドからクロスボールを上げ、シュートまで持ち込む攻撃など実践的な練習で汗を流していました。まあ、一個一個勝ち進んで、まあ、本戦に出れればいいかなと思いますし、まあ、リーグ戦にもつながればいいかなと思います。格下相手ですけど、まあ、油断することなく全員で勝ち切りたいと思います。負けたら終わりの緊張感があるのが天皇杯だと思うので、まあ、しっかり、気を引き締めて、チャンピオンの山賀さんが決勝で待ち受けてるっていうことなんで、対戦させてもらえるように駒を進められるように頑張りたいなと思います。というどちらも負けられない戦いが小椿さん待ってるということですね。そうですね、松本大学も今回こそは勝ちたいと意気込んでいたので、うん、ジャイアントキリングとなるのか注目です。それでは準決勝の試合の情報です。第28回長野県サッカー選手権大会準決勝、4月23日日曜日1時からサンプロアルインで行われます。はい、ということで、これ伊藤さん、これプロとしては大学生に負けられないっていうところがありますよね。はい、まあ、格下ってわけではないと思うんですけど、はい、まあ、絶対負けられないっていうことで、まあ、パルセイロ側もすごいプレッシャーがある中の試合だと思います。でこうリーグ戦とこうトーナメント形式の試合って違うもんですか。まあ、リーグ戦だと、はい、まあ、勝ち負け非常に大事なんですけど、こう試すであったり他の選手でこう挑んでみようかなっていうことができ ると思うんですけど、やっぱこの天皇杯とかだと一発勝負なので、はい、そういうところが違ったりするかなと思います。まあ、両者ともに負けられない戦いということで、はい、熱い戦いをね、はい、期待したいですね。はい、以上松本大学の調査でした。さあ、続いてのコーナーはこちらです。C
信州名鑑という新コーナーをお届けしてまいります、はい。このコーナーはですね、信州にゆかりのある方やサッカーに対する思いやどんな道のりを歩んできたのかを語っていただくコーナーです。初回はこちらの方です。今回は以前にもこの番組でご紹介した須坂市出身で松尾学園を卒業後プロの世界で活躍したあのレジェンドの道のりをたどります。こちらの方です。今回お話を聞くのは須坂市出身で松尾学園に進学し全国の舞台を経験、そして J1、J2 で通算510試合出場しミスターサガンと称される信州サッカー界のレジェンド。長野県須坂市出身で2004年から2021年まで18年間プロサッカー選手をやっていました高橋芳樹です。よろしくお願いします。高橋さんは佐賀県のサガン鳥栖とベガルタ仙台に所属し J1、J2 で通算510試合出場し26得点を挙げた元 J リーガー。プロ生活18年のうち16年をサガン鳥栖で活躍し現在はサガンリレーションズオフィサーとしてクラブと地域をつなぐ活動を行っている。高橋さんといえば1試合に 14.583 キロ走り J リーグ歴代1位の記録を持っているが、どうしてその記録が生まれたのだろうか。とにかくやっぱ負けず嫌いで、その持久走であったりトレーニングの走りの練習もとにかく一番じゃなきゃ嫌だったので、やっぱそういうところから来てるのかなと思いますし、常にこう練習でもプロになってから特に 100% で、やるっていうのをすごい意識してました。結構それって当たり前のようで意外と当たり前にできないことだと思いますし、まあ、その結果今でもこの J リーグの記録として一番走行距離が出たっていうところにつながったのかなと思います。負けず嫌いが高橋さんを強くした。小学生時代は地元の JFC 須坂ジュニア、中学生時代は JFC 須坂ベンセールでそれぞれ長野県大会で優勝するなど実績も経験も豊富。長野県から全国大会に出場したいという強い思いを胸に須坂市を離れ松本市にある強豪松尾学園に進学。当時は地球環境が初出場で初優勝したり上田西や武蔵工大2なども勢いを増していた。高校3年生の時にもしかしたらプロになれるかもしれないっていうのは思いました。プロを意識しプロへの架け橋となった高校時代、こんな経験が彼をプロへと導いた。1年生の最後で選手権メンバー外れたんですけど、こう負けず嫌いの僕にとったらすごい今思い返すといい経験で、そこからこう見返してやるんだとか、最後もうこの高校3年間の最後の得点がその選手権で決めたっていうのもまたこう次につながったなっていうのはあるので、すごいその2つが高校時代ではすごい強烈に覚えてます。松尾学園で味わった苦い経験と成功体験が彼のプロ生活を支えていた。卒業後すぐに佐賀県のサガン鳥栖に入団、プロ1年目から27試合に出場するなど頭角を現し、その後18年のキャリアを積んだ。現役時代長野県の2クラブにはどんな思いがあったのだろうか。松本山形は、天皇杯含めリーグ戦含めて対戦もあって、選手名をコールされた時に拍手していただいたのはすごい、嬉しかったですし、パルセイロの前身のチームには練習に参加させてもらったり、中学生の時ですね、なんかその 2クラブがこの長野県で、J リーグのクラブとして、あるっていうのはすごいこうまた何かこう長野県のためにできないかなっていう思いもさせてもらったのですごい嬉しかったです。そんな特別な思いのある2クラブへの移籍は考えていたのだろうか。ありました。移籍するのであれば長野の2クラブのどちらかしかないなっていうのは思っていて、その中でサガン鳥栖でプレーしてきて、サガン鳥栖への思いはすごい強かったですし、なかなか違うクラブでプレーするっていう想像ができなかったので、サガン鳥栖の高橋の良樹として
引退するっていうところを選びました。そんな高橋さんから信州の子どもたちへ。そうですね、まず、僕の時は長野県の高校に行ってプロになれる選手っていうのは多分僕で2人目ぐらいだったと思うので、僕がこうプロになれたことによって長野県にいてもこうプロになれる、自分の意思次第でそういうところにこう見れることができるっていうのを感じてもらえたら嬉しいなと思いますし、その上でプロを目指す子どもたちには今なぜサッカーを始めたのかっていうことを一番大切にしてもらいたいなと思います。サッカーが好きとか楽しいからとかっていう気持ちで始めたと思うので、その気持ちがないと上手くなろうとか負けたくないとかいう感情は出てこないと思うので、一番はその気持ちを大切に、これからも励んでいってほしいなと思いますし、またそんな長野県出身の子どもたちがその J リーグの舞台で活躍する姿を、見たいなと思うので頑張ってもらいたいなと思います。伊藤選手、信州で生まれて信州のチームに入っているというのはどういったお気持ちですか？いや、もう長野に恩返ししたい気持ちで今プレーしてます。サッカーはいつ頃から始められたんですか？小学4年生から始めました。あ、でプロに、はい、っていうのはやっぱり負けず嫌いなところもあったんですか？いや、自分もめちゃくちゃ負けず嫌いなので絶対誰にも負けたくないです。もうどこだけは負けたくないですか？でもシュートストップだったり、はい、もう絶対自分がゴールを守るんだっていう気持ちをプレーで毎回出しているので、そこは絶対負けないです。それを皆さんにも鼓舞してるっていうことですよね、はい、プレーヤーの皆さんも、ね、やっぱ子どもたちもそういう思いっていうのは見てほしいなっていう、はい、はい、あります。さあ、ということで今回は須坂市出身の高橋芳樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。さあ、この後は信州の若武者が世界へ、さらに素敵なプレゼントもあります。さあ、将来が楽しみな話題が届いてますね。はい、はい、お伝えします。松本山雅 FC U15 に所属する加藤光一郎選手なんですが、明日から5月2日まで行われる U15 日本代表のスペイン遠征のメンバーに選出されたということなんですよね、うん、この加藤選手は松本市出身の15歳で中学3年生ボランチで、パスの精度や判断の正確さなどが特徴だということで、今後の活躍に期待がかかります。さらにもう一方います。松本山雅 BFC に所属する平林太一選手が5月20日から28日までブラジルのサンパウロで開催される IBSA ブラインドサッカーのワールドグランプリ2023に出場するブラインドサッカー男子日本代表に選出されたということなんですよ。平林選手は生坂村出身で、松本市内の高校に通いながらブラインドサッカーをしているということなんですね。今ドリブルしていたのが平林選手だということなんですけれども、このフットサルを元に考案されたというブラインドサッカーなんですが、ゴールキーパー以外がアイマスクを装着した全盲の選手または晴眼者で行われるということで、こう音を頼りにプレーしているということなので、伊藤選手どうですか？これ、いや、もう本当すごい大変だと思うので、本当素晴らしいプレーだと思います、うん、この平林選手は来年開催されるパラリンピックの日本代表選出にも期待がかかるということで、ケイさん ね、 ですね、日本代表選出ってことですよね、はい、で先ほどお伝えした加藤選手は2028年のロサンゼルスオリンピックの代表年代になるということですので、今後の活躍も信州から応援しましょう。楽しみです、はい、さあ、そして J リーグから嬉しいプレゼントもあります。J リーグでは30周年を記念してゴールデンウィーク期間中に開催されるさまざまな試合に無料で招待するキャンペーンを実施しています。県内では5月3日午後3時からサンプロアルウィンで行われる松本山雅 FC 対 FC 大阪戦に1000組2000名様を招待いたします。申し込み期間は明日までです。詳しくは J リーグ公式ホームページをご覧ください。この機会にスタジアムに足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ、ということで今回は伊藤選手にお使いいただきましたけれども、うん、いかがでしたか？いや、本当に楽しくて、うん、これからちょっとすいません、いや本当ごめんなさい、試合がありますもんね、そうです、はい、試合がありますから、皆さんぜひともそれを言いたくて一番に、はい、今出てますけれども、今出てますからお願いします。WE リーグの、はい、私たちが出場する WE リーグがまだまだたくさん試合ありますので、はい、応援よろしくお願いします。お願いします。
ぜひね、声援を力に変えていただきたいと思います。でも今日もギリギリまで勉強していただいて、はい、申し訳ございません。チェックしていただきまして、はいはい、また来ていただけますか。あ、もうぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。伊藤選手、今日はありがとうございました。ありがとうございました。キックオフ新春、また来週です。さようなら。